僕の応援で励まされたか。そんな彼女の言葉だけで、なんで僕はこんなに喜んでるんだろう。やっぱり好きな人の言葉っていうのは特別なのかな。とにかく明日の発表会、うまくいくといいな。あれ、君まだ起きてたの？ってことは、もしかして今の独り言も聞こえてた？いや、聞こえてなかったならいいんだ、忘れて。それよりも早く寝ないとダメじゃないか。ただでさえ寝不足なんだし、しっかりと体力を回復しておかないと。明日のことを考えると緊張して眠れない？それは困ったね。そうだ、早く眠りたいっていう君の願いを僕が叶えるっていうのはどうかな。かなり局所的な願いだから成就の仕方までは僕にもわからないけど、悪い結果にはならないはずだよ。気にしないで、君のためにできることがあるなら僕は何だってしてあげたいっていつも思ってるんだから。それじゃあ行くよ。君がぐっすり眠れますように。あれ、なんで僕が光に包まれて、まさか力の暴発？まずい、このままじゃ。ここは彼女の部屋。僕どうしたんだっけ。確か彼女の願いを叶えた後、急に僕の体が光に包まれて。なんで僕、君と一緒に布団の中に入ってるの？しかもすごく君に近い。よくわからないけど、ごめんね。すぐに離れるから。ダメだ。力の影響かな。君からは離れられないみたいだ。一体なんでこんなことに。僕にこのまま添い寝をしてもらえば眠れそう。まさか早く眠りたいって願いがこんな形で成就したってこと？これはちょっと僕も予想外だったよ。でもこうやって君に必要とされるのはすごく嬉しいな。君に直接触れることはできないけど、お互いのぬくもりは感じられる。このぬくもりで君がちょっとでも安心して眠れるなら、僕はずっと君のそばにいるよ。僕は君のことが大好きだから。おやすみ。明日は頑張ろうね。かなり局所的な願いだから成就の仕方までは僕にもわからないけど、悪い結果にはならないはずだよ。気にしないで、君のためにできることがあるなら僕は何だってしてあげたいっていつも思ってるんだから。それじゃあ行くよ。君がぐっすり眠れますように。あれ、
なんで僕が光に包まれて、まさか力の暴発、まずい、このままじゃ、彼女の部屋。僕どうしたんだっけ。確か彼女の願いを叶えた後、急に僕の体が光に包まれて。なんで。僕の応援で励まされたか。そんな彼女の言葉だけで、なんで僕はこんなに喜んでるんだろう。やっぱり好きな人の言葉っていうのは特別なのかな。とにかく明日の発表会うまくいくといいな。あれ、君まだ起きてたの？ってことは、もしかして今僕君と一緒に布団の中に入ってるの？しかもすごく君に近い。よくわからないけどごめんね、すぐに離れるから。ダメだ、力の影響かな。君からは離れられないみたいだ。一体なんでこんなことに。僕にこのまま添い寝をしてもらえば眠れそう。あの独り言も聞こえてた。いや、聞こえてなかったならいいんだ、忘れて。それよりも早く寝ないとダメじゃないか。ただでさえ寝不足なんだし、しっかりと体力を回復しておかないと。明日のことを考えると緊張して眠れない？それは困ったね。そうだ、早く眠りたいっていう君の願いを僕が叶えるっていうのはどうかな。